なんかすいませんね。またフェスの動画です。いやー、せつなけいすけだよ。前回のパートね、フェス以外の動画撮りますわ、みたいなこと言おったけど、完全に無視しました。すいませんね。理由はあるんです。今回のフェスは、ボケとツッコミどちらかみたいな感じで先言うときますけど、今回のステージは、このデカライン硬化した、俺の苦手な東雲油田、一番苦手なステージです。2番目に苦手です、タチウオパーキング。こんなこの悪、もう俺にとってもう嫌なタイミング、嫌なステージなんやけど、それに加えてこれですよ。見てくださいよ。ちょっと待ってねちょっと待ってね、見てくださいよ、ツッコミですよ。なんか俺フェス始めようって、フェスやりようけんやろうかなって思ってやり始め、この電源つけてさ、ここ来てみたらさ、ツッコミになってるからね弟がやってるからね、弟がさ、いつもいっかツッコミ選んでるからね。でめっちゃ見てくださいよこれ、弟がやりよったけんだろうな、証拠としてこれですよスプラローラーコラボなのにさ、あいつ無知にもほどがあるけど、ボム飛距離アップ選んでるからねいやいやいや、ジャンプビーコンは投げるもんじゃないでもね、これ見てくださいよ、初めて武器履いた時なんかね、新武器今日出たはずなのに、武器地君が何の説明もしてくれないからね武器地君どうした説明はみたいな感じやけどさ、よう考えたら弟がやっとうってことはさ、ここに入ってさ、武器の説明しとったって、したんだろうなって感じだからな。うん。だから俺、武器地君のことちょっと嫌いになった。弟を嫌いになる以前に武器地君のことをちょっと嫌いになった。俺と弟の区別ついてない武器地君が嫌いです。これやな。この、3発で相手を倒せるほどの大きなダメージを与えられるってやつだ。これが今回出たやつなんです。というわけで1試合目これ使いたい。けど俺3点パーソン苦手なんよな。何にしようかな。3点バースト当てにくい点がもうあれやけんなまあ迷った時は攻撃力アップかなって感じなんよな俺いつも。迷った時は、あと防御力上げとけばそれでいいかなぐらいの感じでいこうかなもうこういうことがありましたからね、初めて1回目収録した時なんかね一回電源ね、切り直して、収録止めてね、やり直したよ。まさか、勝手にツッコミ選ばれてるとは思わんかったもん。そりゃ、俺はボケ選ぶよ。普通だったらボケ選ぶよ。なんでツッコミ選んでんの、弟、よりによってって感じだった。うん。で、その後、ちょっとウォーミングアップして、ちょっとウォーミングアップしたけど、ちょっとまだこの、A っていう感覚にはまだ消え去ってないです。で今収録、仕事帰ってきてやいよんで、収録時間が10時過ぎとんですよ。まあリールガン使いよう人おらんだろうな。新武器試すのはもう終わっとる頃なんと思うよな。そんな中俺新武器でいきますからね、容赦なく新武器でいきますからね。ほらみんな、あ今ちょっと一人同じ武器の新武器使いよう人おったか、なんかリールガンの人おったけど、あれはやっぱ新しいやつなんかな。スーパーセンサーが来たら多分そうだろうなって感じかな。この3点バーストに俺全然使いこなせたことないような、リールガンって違うタイプのやつは出てきたけど、あれうまく使えた試しがないっつうか、うまい味方うまく回ったんで、俺スーパーセンサー溜まった、スーパーセンサー溜まってもった。あれ敵そんなに上がってきてないんだよ、結構後ろなんで上がってきとんないんねんってちょっと突っ込んどかなあかんのか俺突っ込みやけよう考えたら、そうやな、俺ツッコミやけ、ツッコミになってしまったっけ、不本意ながらやけどツッコミになってしまったっけ、ツッコまなあかんのじゃ今回。そうか、頑張ろうか、じゃあツッコミ頑張ろうか。やべやべ、うまい、当てれんとか言いながらもさ、ワントリガーで3発出るやつ3発全部当てたら通せるんよな、よう考えたら。だからまだ、外しても、その外した後に一発当ててやればなんとかなるみたいな、それ安易に考えすぎじゃん、ちょっとうまくいっただけやけん今。いやいつもは本当当てれんタイプなんやけどな。やばいやばい、
死ぬ前に使えたっていうか死なんかったけど。でかい、今のはやっぱり当てれない、いざって時には当てれないぜ。味方が敵を倒してくれたけによかった。進まれとるけど、進まれとるけど、まあそもそもこっちがだいぶ進んどる状態だったけん、まあ50歩100歩ではないわ、フィフティフィフティじゃ。まあ互角やな、互角ってことになるんかな。当たれ当たれ当たれば倒せるんじゃ。当たらないよー、3000%、気持ち悪いよ。ほんと3000%も出てきてたっていうか、ほんと気持ち悪く感じるよな、やっぱ俺フルバハ。よいしょ。でもまあ敵を上げんかったら勝てるようなもんでしょうが、当たらないよけど当たらないよ、3000%当たらないよ。うまく当てるコツを教えてよ。だって敵が左右に動くんやで、敵が綺麗に左右に動いてくるんやで。そんなんでさ、この連射力の低いやつ綺麗に当てろっていうの、当たったし。今当たった、今のも当たったけど、それは敵が左右に動かんかったっけ、うん。うん、ラッキーラッキーやで、ラッキーフォーザピーポーやけどな。あ、俺突っ込むこと忘れたわ、俺突っ込みくんなのに突っ込むこと忘れたわ。でも何に突っ込めばいいんだろう、そう考えたら何に突っ込めばいいんだろう、もうなんだろう。もう突っ込む余裕もないわ。なんか勝ったんが不思議なぐらいやわ。ラッキーショットが生きたな、何気に当たったもんな、当たるときは。もう俺暴走気味やけんね、それ突っ込み入られたら、それは俺ボケやもん、ボケなのに突っ込み入られたらそれ暴走するもん。めっちゃ得点取ってるやん、ポイントめっちゃ取ってるやん、1000超えちゃったよ。苦手なはずの3点バーストで。よっしゃ、でも次の試合はさ、こうもいかんけん違う武器にします。なんか突っ込まなあかん、なんか突っ込まなあかんぞ。ヤンデレ、ヤンデレちゃん、あーそんなに突っ込む感じじゃない。ヤンデレちゃんって確かに異質やけど突っ込む感じじゃない。タカとか普通の名前や。タカって、タカの都市のタカだったらボケやないかお前。都市だったら別に突っ込めたよけど、なんでタカで突っ込み入っとんなお前。これくらいしかない、突っ込むところ、これくらいしかない、なんかないか突っ込むところ。調子いいね、うっせえ、無理やりや、これは突っ込まんでもよかったところや、違うな、突っ込むところがない、突っ込むところがないぜ。なかなか出てこんやないか、よっしゃ突っ込めた、これじゃあこれぐらいの臨機応変さ、応変さってなんやね。応変さじゃん、一番ツッコミがいいがあるのは自分に対してかもしれんな。よっしゃ、2試合目立ち往生パーキング、なんでこんなパーキングの作り方しとんねん。よし突っ込んだ、武器変えて、スプラースピナーでいきます。純新作の武器ってとこかな、スタヤ的に言うたら、純新作スタヤ的に言ったらそうやな。リールガンが出たって今日出たって言うたけど、その前に出たやつ先週だったっけだね。スピナーっていう大型アップデートの時にできたカテゴリーの第2作目ってとこになるわけで、スピナーってあれ一作、いや初めて出た時のやつなんか使いにくかったよな、チャージが、チャージの感じが使いにくかったんやけど、これはそうじゃないっていう、そういう状態。そこかー、そこかー、届いてない、届いとったら綺麗に倒せとったぐらいに一列だったんやけどな、惜しい、すごく惜しい、スーパーショットなのに射程はそんなにスーパーじゃないような気がしたぞ今。あ、そうじゃ、スーパーじゃない、射程はスーパーじゃないやないか、こういうツッコミすればいいんじゃ。そうか、俺ツッコミどころなのに、ツッコミっぽいツッコミじゃなかったんだこれまで喋りを取る。あう、そうか、なるほどな、ちゃんとツッコミっぽく言えばツッコミになっとったのに、なんか俺さらっと言った感じなんだな、なるほどな、なんやりやないかみたいな感じでちょっとツッコミっぽく言わなあかんのじゃ。おべとこ、射程長いんよなこれ、射程長いけど射程長いけどそこまで届いてないから、あ今の届いてないやないか。
いや今のは無理やりかな。届きかけなんやけど、届きかけなんやけど、赤デモンがあった。せっかくボムも置いて待っとったのに、あこのスピーナー特有のインク切れのちょっとヤバさだよ。スピーナーってインクの消費が激しいからね。届けこの思い。前線上がっていかなあかんところでこんな状態やけんな。けどチャージしなあかん制約上、そんなに前に出すぎて力なってもあかんっていうのがちょっとこの武器の嫌なところなんだよな。チャージでこいつ投げておいて牽制で、あ上におるやん、やばいやばい、よいしょー。てかなんで俺発動したんやこれ、そんなに発動するような状態でもなかった。あ倒したわ、倒したけんいいけど。なんか当たったわ。それなりに狙って当てようと思ったら当たるもんやな。だからスーパーなんだ。そんなにうまく当てれんでも当たりよるみたいな。当てれんでも当てるってないやろ。なんかそんなに負けてないな。もう雑なプレイになっとる。喋りすぎて雑なプレイになっとるけど、それでもそんなに大差で負けんの、むしろ勝ってしまいよ。ごめんな、なんかボケの人、なんか勝ってしまいよるわ。で1、5、多分個人成績悪いだろうな。そこそこキルは取ったと思うけど、いつもはこんなもんじゃないよ。出てそんなに立ってないけど、結構それなりに使いこなせよったよ。いつもはな、1キル2ですじゃん。まずそんなに戦闘してなかったんじゃん俺。てか1位のタカさんめちゃくちゃキル取ってる。なんだ、笑いで笑いを取るっていうことをキルに置き換えとんかな。意味わからんわ自分に。今の言い回し自分に意味わからんって思うわ。そもそも今回のフェスさ、明らかにボケの方が人数多そうなんよな。俺の予想だったら全体の 75% ぐらいボケじゃないんかな。3分の2ボケ、3分の2いちゃうわ。3分の2いちゃうやろ。75%、3分の2いちゃうから、4分の3や。4分の3ぐらいがボケにおるんじゃないかなって、俺はそう思っとんよな。75%。わあ、ツッコミどころがないな。敵の名前がそんなにツッコミどころがなかったってよね。もうちょいツッコミがいいのある名前だったらツッコめたのにな。しょうがないな、ツッコむところがなかったら、そりゃあな、俺のチーム全員一緒やないか。やった。まさかの引き継ぎっていうね、チームメイト引き継ぎっていうね。そっか、やっぱ人数が少ないけんさ、こいつしらしかおらんわっていう、そういうお達しなんやろうな。かわいそうに。まあ少数精鋭って言葉がある。強い人がたくさんだったら別にいいでしょ。どんどん行こう。ツッコミどころがなくてもどんどん行こう。ああ、あれ、なんのローラーだろう、どのローラーだろう、ローラーって種類いろいろ。うー、危ないやないか、殺す気か。よし、今のれっきとしたツッコミだ。うわあ、出てきたところシューッて当てれば、もう完璧なんやけど当たらんのよな。当たらんのよな。まあたまに綺麗に当たるときはあるけど、ほんとたまにやけど、あーいきなり出てくるんやけど、ひどいやないか。ツッコミっていうか苦情だな。ツッコミというか苦情だなこれは。おお、誰かがやってくれた。追いながら綺麗に倒す、いいね。今のは良かったね。センサー様々やな。んでこれうまく真ん中の方一回行くとローラーおるんよな。どうせローラーおるんよな。あーん、これ何ローラー、スプラローラークラブかこれ。なんかスプラローラークラブにしてもなんか長ないっていうイメージがあるけど、こんなもんなんか。そんなに突っ込ん、あー危ない。味方さん誰な今。味方サンキューって言うだけで、どういう味方だったよな。味方でなかったらおかしいけどな。よっしゃ、切り開け、敵の突破口を切り開け。あ
破壊なんで置いといやねんっていうツッコミをした方が、やった完全に押し込んだわ。これで敵を近寄らせんかったらこっちの勝ち的な感じになってるんじゃないの。うえーけどそんなんは甘いんじゃないの。言うかお前、そのツッコミどころの なさすぎる名前で来るな。ツッコミ、ツッコミ軍に、ツッコミ軍にじゃないわボケの上にさ名前でボケないっていうな、スプラトゥーンのボケ要素ってさ結構名前の部分多いよな。プラトゥーンでボケるなら名前をうまくボケなあかんところなのに、なんでそういうツッコミどころのない名前にしとんだろう。ありよりによってやばいやばいやばいけど、やばいけど届かなかったこの思い。プロモデラーそんなに射程ないのに上から撃っただけでこんなに届くか。あーこれどっちだ、確かに上の方は取っとるけどどっちだこれ。わーお 0.5% ぐらい負けろや、負けろや。そして俺ツッコミチームなのにほとんど突っ込んでない。これデンマークのツッコミボーイとは言えない。ツッコミどころラララのウサギでレレレのおじさんみたいに言うな。よっしゃ今のはなかなかうまかったわ。よかったよかった。ラララのウサギって面白いななんか面白いな。武器変えました、ガチ武器若葉シューターに変えました。よっしゃ最後の試合はうまく決める、そしてツッコミを決める。うまくツッコミを決めながらも若葉シューターで勝利を切り開くぜ。何突っ込めばいいんだろう何突っ込めばいいんだろう。スプラトゥーンって結構突っ込みどころがないぞ。敵に突っ込めばいいのか、そういう意味の突っ込みチームじゃないのにな。行くぜ、もう今のうちにバリア使って全然上がっといてしまおう。こういう意味の突っ込みか、そうか分かったよ僕くん。よっしゃ結構攻められよる、あのチャージャーがうどっちかというとボケみたいな感じのことをやってしまったな何でも俺ツッコミチームにおるんやろうっていうレベルのことをやってしまったな。気にするかボケ、そんなん気にしてられんわ。よっしゃ、いける、よし、いける、これがツッコミよ、これがデンクの報道ツッコミよ、意味は違うけどツッコミよ。ツッコミ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 、うーそれツッコミすぎたらこうなるスーパーショットも取ったか、しかも味方がやられたけんそんなにツッコんでもみたいな状態、味方のビーコンを勝手に使うのマーク味方がせっせと置いたやつを勝手に使うのマーク。よっしゃ進め進め、よっしゃこれはいける、逃がすか逃がすか、味方サンキュー、ナイスキル、完全に着地地点を奪って、さすがです、レレのおじさん、レレのおじさんみたいなのがおった。よっしゃこのまま行けば勝てるぜ、このツッコミブーもう突っ込まさせろやとりあえず突っ込まさせろやそれ。わあやばいやばいやぶー何がナイスじゃボケ何がナイスじゃ、やった味方が突っ込みどころを作ってくれたわ今のはおかしいだろどう考えても、な今のどこがナイスやねん、踊りになってブー今のあっけないやり方絶対ボケやろいやもう俺にはツッコミは無理ってことがはっきり分かんだね。杉田智和、それが分かっただけでもこの戦い得たものは大きい、後ろからすごい飛んできてるうんそうやな。
この4試合を通して分かったこと、それはね、これツッコミ無理ツッコミ無理だわ。うん、どうしてもボケてしまうよな、うん、無理です。あとブカチブキなりそんな活躍しないです。何がやりたいんだろうね。何スーパーツッコミボーイって、今の会話聞いとったかっていうレベルのタイミングでスーパーツッコミボーイになったんやけどというわけでもう散々です。この動画を高評価入れてくれる人はすごいありがたいし、低評価入れてくれたって別に構いません。そんな動画です。というわけで仕分け